まあ、あの脳を生かす勉強法スペシャルということで中核受験はするべきかするべきではないかという、えー、ことについてお話ししたと思うんですけどで、ね、あのまず結論を2つ言うんですけど、えー、中核受験にはあの教育という視点から見て国際的に見ても本質論から見ても意味はないとまずこれが第一の結論なんですけどでも第二の結論としてもしお子さんが中核受験をしたいというならば。 のそのために塾に行きたいというならば、えー、可能な限り行かせてあげてくださいと。これ一見矛盾しているように聞こえるんですけど、そうではないことをこれからご説明いたしますね。えー、まず、その日本の中学受験というこの、ま、文化なんですけども、 この、ここで現れている学力感っていうのは極めて陳腐というか時代遅れですね。これはもう断言していいと思います。まあこれはもう散々に作ルされたことなんですけど、中学受験でその良い,い中学に行くためには、えー、小5が始まる前にも小6までの過程終わって、その後はなんかそれを深めるとか言うんですけど、いや、それだったら別に中学のね、英語の内容とか、それから方程式とかね、そういうことをやっていった方がいいわけで、そこで足踏みして、そのちまちました問題、これね、中学、 有名中学の問題はよく考えるに書いた両門ですとか言うんだけどそれはっきり言って美人でいくってか嘘ですね本当だったら別にどんどん先に行っちゃえばいいんで全く人工的な意味のない競争ではあるんですただねそうは言ってもあの今いる子どもたちっていうのは理想の教育システムができるまで待ってるわけにはいかないじゃないですかだから、えー、なんとかその中で少しでもいい教育を受け られたらいいですよねで、そんな中でいわゆる有名、えー、中学と呼ばれているところってのは確かに、えー、集まっている人も教育もいいことは事実なんですねで、ここにすごく大きなパラドックスがあってあのいわゆる進学実績がいい有名中学中高一貫校はですねやってる教育は極めて実質的に意味があることが多いんですあのこれはもう僕数かきいないそういう学校に、えー、訪問させていただいてですね感じているのはそのいわゆる 大学受験。だから中高一貫校、次は大学受験ってことになると思うんですけども、えぇ、ー、速攻に向けて詰め込み教育やってるところなんかないんですね。ですから、いわゆる地頭というか、考える力、総合的な力を身につける教育をしているところが、まあ、ほとんどなんです。で、えっ、ー、と、そうじゃないと逆に言うと、進学実績、それが大学入試という、その、ペーパーテストで判断される、えー、まあ、なんか、試験。まあ、これも意味があるかないかって言ったら、どちらかでないんですけど、 えー、そういうものであっても、ですね、えー、なぜかその、えー、そういう事件の積み込み教育をやらない中高、一貫校、名門校ですね、そういう教育を受けてる子どもたちの方が、進学実績よくなんですね。で、そこに行ら、行けたら行った方がいいのかもしれない。ただ、えー、その関門としてある中学受験というのは壮大な無駄なですねで。僕はこの中学受験というもののせいで、日本は没落していると断言します。あの、その時にもっと別にやることはある。 わけなんですね本来はね。でその時に植え付けられた、えー、ある種の確力感とか、うん、生活習慣とか価値観などで本当はもっと伸びる子が伸びないでいるということはあると思います。で、えー、もちろんその本当に一部のですねガチであのー、志が高くて、えー、ビジョンもある子っていうのはその中学受験というそのなんていうかな人工的なボトルネック にもかかわらず、あの、伸びていく子はいると思います。だから、そういう子においては、まあ別に中国事件とかあってもなくても関係ないのかもしれませんが、でも本来、中学事件みたいな形ではなく、探究学習、アクティブラーニング、プロジェクター型学習をやってたら、もっと伸びるだろうと。そういう子がもっと出てきたら、日本も全然違った国になんだろうと。そういう意味においては、日本の,あの発展を 妨げてるのが中学受験だと思います。塾なんですけどね。え僕はあの中学受験は個人的にはしませんでした。てか僕は塾とか予備校は一日も行ったことないんですね。だからそういう僕のバイアスがかかってるということはあるかもしれない。ただ僕はあの中学受験の子たちも、大学受験の子たちも、高校受験の子たちも、塾とか予備校、それからえ家庭教師のバイトで教えたことはあります。ですから中学受験がどういうことかは知ってます。で、そういう視点から見るとですね、やっぱり 受験産業ってのはやっぱりある種の不安産業なんですよね。よく彼らが言うのは、あの、公立中学校は良くないですとか言うんだけど、これはとんでもない風評被害でね、そんなことはないです。例えば、東京都で言うとね、あの、日比谷高校って、まあ、伝統校、最近復活してきてますよね。それから海星高校、高校から入る子もいますよね。で、僕みたいに東京掛大附属高校みたいな国立の、まあ、久々様は今回筑波大附属ですけど、高校から入られる方はいらっしゃるわけですよね。で、その方々は別に普通の公立中学行ってるケースが多いわけでしょ。 あの他の中高一貫校行ってて、えー、と外部受験する方も、まあ、一部いらっしゃるかもしれないけども基本的には、えー、普通の公立中学行ってる子が多いで別にそれで問題なく学力はついてきてるわけだから公立中学行くととんでもないことになるっていったら塾産業予備校産業の陰謀ですよねいわゆるポジショントークってやつで。 そして彼らが考えついたその、えー、偏差値という指標だって、ま、いろいろ美人でこは並べ立てるんですけど、まあ、簡単に言うとその不安にさせて、いや、偏差値上げるためには、小学校4年生から通わせなくちゃいけません。もっとそういう前から通わせた方がいいかもしれません。みたいなこと言って、自分たちのところにガテン引水する、そういう装置でしかないんで、あんまり塾産業の言うことはですね、あるいはその2月の勝者みたいな、塾産業と、三、マ <laughs> ン <体> <laughs> 複合体複合体塾と漫画が一体となった、ある種の価値観の押し付けみたいなのは全くがん無視していいと思うんですけど。ただね、まあそういう、あの、なんか、まあ、なん大人の悪知恵というか、そういうのでビジレイク並べて言ってる人たちのことは話半分というか、話3割、2割、1割ぐらいで聞いときゃいいと思うんですけど、ただまあお友達が行くからとかね、あと、えー、なんか自分がその、どっか受けたいからって言って、塾に行きたいっていう子がいたら、 まあ、それは、で、生かしてあげたらいいと思うんです。あの、大変ですよね。塾代って、年間6年生ぐらいになると100万とかかるわけだから、それだけのお金があったら、例えば、あの、カナダとかニュージーランドとか、オーストラリアとかに、夏休みに1ヶ月ずつ、5年生、6年生で語学学習、ね、ホームステイで、生かした方がよっぽど有意義だとは僕は思うんですけど、塾なんか行くより。まあ、でも、子供が行きたいっていうんだったら、それは生かしてあげたらいいと思うんですけど、ただね、ご家庭の事情によってはね、 あの塾ななんか出せないよっていうあのまあそういうご家庭もあると思うしうちは塾に行く必要はないっていう判断される親御さんもいるかもしれないんですけどそれは全然問題構わないと思うんです僕は中学受験ごときで、まあ、これはっきり言いますけどごときで塾なんか行く必要ないですよあの。独学で全く問題ないと思うんです僕はたまたま中学受験しませんでしたけどあの程度の問題だったら独学でで何の問題もないですある種のだから塾っていうのは不安産業なんであって。 だって問題解けけばいいだけの話ですからねだから問題演習すればいいんですよ。過去問解けばいいんですよ。それだけの話です。で、まあ、100歩譲って、でポイントが分からないようなところがあったら、そこだけ誰かあの外部のヘルプをもらうこともいいかもしれない。あるいは勉強法そのものね、あの僕は脳を生かす勉強法の中でその、例えばストップウォッチを使って勉強するってのはいいですよとか。ああと自分があの できるギリギリリのところにあのレすよ。てか無茶ぶりね、いきなり、だからもう、いきなり問題を解く、だから段階を経て問題を出すという解くというよりも、志望校があったら、解説中かけたこれ、だ中だろうがどこでもいいんですけど、あのもう解いちゃう、<laughs> 特にあの国語とかですね、そういう問題ってのはあのは、別に学年主義はないわけですから、算数だって別にね、学年主義とかないわけで、本来はね、解いちゃえばいいんですよ。 で、それをやったら塾は行く必要ないですね、はっきり言って。いや、塾の言う人、ことを言う、塾は絶対にうちに来た方がいいですとか、塾歴とかね、くだらない、あの、概念を生み出すくらいですからね、塾歴が効くとか、そんなもの聞いたことねえわ。塾歴なんて、なのね、一部の人が言ってるだけで話ですよ。全く無意味ですね、そういうのはね。だから、もちろんだから、その、塾に行ってね、あの、授業を受けて役に立つこともあるかもしれませんよ。 だから費用対効果の問題ですよね。あとやっぱり社会政策としては、あのー、塾に行かしたい。じゃあお金があるから行かせますっていうか、ご家庭とね、塾に行かせたいんだけど、えー、お金がなくて行かせられませんっていうご家庭の格差が起こるんだとすると、それは問題だし、それからやっぱり公立教育、公、公教育こそを充実させるべきですよね。あのー、塾みたいなのはオプションであって、で、塾で働いてる先生方だって、まあもちろん子供たちとか、 教育に興味があってそういうことされてるんでしょうけど他のことやったほうがいいですよね本来は。あのそう,いうことをティーチ・フォー・アメリカみたいに、えーまあ、ボランティアでいろんな学校にねあの教えに行く生徒あのそういう組織もあったりするわけだしあのそれこそあの教育機会に恵まれない方々とかあるいは学習障害のお子さんとか非典型的なあの特性を持ってらっしゃるお子さんに教えるというこ仕事をして で、それで塾の給料、あるいはそれ以上の給料をもらえるんだったら、そっちの方がはるかに社会的な意義が高いことは間違いないわけなんで。ですから、塾産業ってのは、日本の非常に世界的に見ても特殊な、東アジアの一部にしかないような受験プロセスのあだばなでしかないってことですよねで。私が申し上げたいのは、あの、伝わったら嬉しいんですけど、あの、 世界的な教育の流れとかですね、今の人工知能時代に求められている学力という意味から見ると、中核事件には無,意は無意味です。ただ、いい学校、いわゆるその伝統のあるいい学校に入る関門として、必要枠としてやチャレンジされるんだったら別にいいんじゃないかなと思います。ただ、その時にも、それを絶対視しない。偏差値とか中核事件とかは意味がないんで。だからそこで、えー、例えば、えー、お子さんがですね、 あんまりうまくいかなくても、何の本質とは関係ないんで、がっかりしないこと、それで劣等感なんか持たないこと、逆に言えばうまくいったとしても優越感なんか持たないこと、もっと長い、えー、絶対的な基準を持つ必要があると、おおらかにね、子どもさんにはあの接していただきたいなと、お子さんをですね、どんな場合でも、えー、絶対的に肯定することが、この安全基調を与えることが必要なんですね、そうじゃないとお子さんは伸びていかないわけですから。 というわけで、あの中核知験をするべきかしないべきかということについては、えー、中核知験自体には意味がないと。でも、お子さんがもしねあの、行きたいってんだったら、ぜひ応援してあげてくださいあの。塾行かしてあげてください。それは、今の不完全かもしれない日本の教育システムの中でも、そこをあの通り過ぎていかなきゃいけないわけですから、理想の教育システムを待ってる理由、秘密、あの、暇はないんですね。今目の前の、えー、この関門をどう乗り越えていくかということを常に考えなきゃいけないんで、そこはプラクティカルに考えなければいけない。ただ、 うまくいったからといって天狗になっちゃいけないし、中核実験がですね、えー、うまくいかないからといって、別にそれは何のし全く何の意味もないという、えー、そして最後に、塾産業の美辞令育、自分たちのポジションを高めるための、えー、幻想、えー、公教育は信頼できないみたいな、本当に許せない、えー、言説には騙されないようにしてください。公教育は立派だし、公教育,公教育にかか携わっている先生方は素晴らしいし、そして、 えー、熟産業が言ってるほど、公教育は崩壊してません。その証拠に、高校から、えー、日比谷高校とか、えー、海星高校、えー、崖大附属高校、それから、えー、筑波大附属高校に行く、公立中学校出身の生徒は、たくさんいます。以上です。参考になていただければ、ありがたいです。えー、 文意見長の脳の教養チャンネルでは、これからもこのような脳を活かす勉強法シリーズも時々お送りしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。<laughs> ポロンちゃんでした。ポロンちゃんも中学受験するのんー、ポロンどうしようかな。